じゃあ選びます。さあ何が出たか。セガ。ああ、ベアナックルね。はいはいはい。ファイナルファイトみたいなやつですね。これも結構まあ好きですね。オプション。まあ、いいか。いいや、そんなまでね。ワンですよね。じゃあ、この女性キャラでいきましょう。ブレイズ。よし、行きましょう。おお、ちょっと待って、これ一気死んだら終わりですからね。おお、敵強いぞ、なんか知らんけど妙に強いぞ。必殺技あんまり使わん方がいいな。必殺技使うとね、1ポイント減るんでね、本当にやばい時しか使えないな。一気しかないから、うん、一気しかね、一気やられたら終わりなんで、必殺技使わない方がいいですね。なるべくこう、通常のね、技でやる方がいいですね。サマーソルトみたいなのやるんで、最後ね。回復しました。武器ですね、これ。ビール瓶。ビール瓶なんかで、ね、殴ったら死にますけどね、普通ね。うん。これも使いやすそうよね。ホームランですね。おお、ちょっと待った。うわ、ああ、なくなった武器。あ、武器使ってるこいつ。ちょっと武器のやつがいる。バットですね。金属バット。よし、回復しました。なかなかやるな。最後ね、サマーソルトみたいな、そういうところがかっこいいですね。これもでも前1回ね、実況プレイしましたけどね。あんな刺されたぞ、今。やばい。中ボスっぽいの出てきた。女王様みたいな。西岡澄子みたいな人出てきたな、今。西岡澄子みたいな感じの、なんか、鞭を持った女王様みたいな。中ボスクラスっぽいな、こいつはね。女性同士の戦いですよ。はい、倒しました。よし。ボスっぽいな。あ、ボスや。来た。おっと、危ない。これもなるべくね、今こうね。こういう感じでね、ちょっと慎重に戦おう。よし、いけそういけそういけそうだよ。よし、倒した。ノーダメージで倒しましたよ、一面のボスね。
これぐらいのボスならなんとかなるけどな。これちょっと強いな。ジーパンのやつな。結構強い。雑魚でも強い方やな、こいつは。おおおお、なんか煙みたいな。煙玉みたいなの投げたね。やばい。こういう時に使うしかないな。これ必殺技ですけど、こう囲まれた時に使うしかないね、これはね。一気に倒せるんでね、こっちの人分の減ってしまいますけど、緊急手段ですよね。やばい、投げられた。やばいな、半分ぐらい減ってるな。回復した。ビール瓶ね。ナイフもありますね。これ食らっても一発で死なないって強えな、こいつら。なんか避けるのうまい。避けるのもうまいし、ナイフ取るか。さあ、来い。あー、あかん。やばいやばいやばい。くそ、強えな、こいつ。この雑魚強えわ。さあ、来い。あかん、ミスった。女の子をビール瓶で殴るなんて。こいつ逃げるのうまいな。やばい、回復はないな。やばい、おお、やばい。あー、投げられた。こいつよう投げるな。ちょ、投げ専門みたいな雑魚なんかな。おー、ナイフ持ってる。やばい。よし、差し立った。あー、回復出ないな。やばいな、1ポイント。これ回復かな。出た。よし、助かった。しかないからね。ほんとやばいよ。やばいというか、きついよ。やっぱ強いな、この雑魚。いつもあいつに反撃されるからね。ほらほらほら。強いよ、こいつ。真正面から行かん方がいいってことか。こいつにいつもやられてるって感じやもんな。おお、なんか出てきた。変なやつ出てきた。あかん。逃げてもうまいな、こいつ。これボスかなぁ。ああ、やられた。終わりましたね。はい。じゃあ次のゲームいきます。はい。じゃあこれね、回したいと思いますね。はい。6ですね。またメガドライブですね。あれ、またこれ出た？そんなことあるんや。これはまたね。じゃあ、出たから、せっかく出たから続きやらせてもらっていいですか？ね。はい。じゃあ、このね、この残機やられたら終わりってことで。まさか続きできるとは思わなかった。これで一気死んだらまたね、次のゲームってことでね。奇跡ですね。なんか同じゲームがまた出るっていうのは奇跡ですよ。だって70本ぐらいあるんですよ。そんな中でね、
70本ぐらいね、イガドライブのソフトがある中で、またこれが出るっていうのはね、奇跡ですね。僕、わざわざ選んでないですからね、目つぶって選択してますからね。それでこれが出たんですから。こいつ、中ボスっぽいな。あ、やられた。ちょっと待って。こいつの方が強い気がするんだな、俺はな、この雑魚の方がな。反撃がうまいから。一旦あれ使うか。しょうがない。敵が多くなってきたから。でもああいう仲間を呼べるんですね。この、ね、女の子はボスですね。二面のボス。ああ、ザクもおんの？きついな。ああ、これすぐやられてまうね、こんな。ああ、終わった。終わりですね。はい、じゃあ次のゲームいきます。